今日はね、若いお二人と一緒に松江にやってまいりました。やってまいりました、ね、素敵な街ですね。素敵な街ですね、はい、もう秋が深まって、はい、旅行のシーズンになりました。そうですね。で、お二人にとって旅の楽しみは何ですか？そうですね、僕にとってはやはり旅先でいただく食べ物ですね。やっぱりその土地土地でしか味わえない食材とか、あとその土地でしか緊張してますか、調理できないものがあったりしますので。あ、調理できなかったりし、はい、その伝統的なそういった食事をいただくと、あ、ここに来てよかったなって思うんですね。松原君は何でしょうか？はい、僕は人ですね。人、はい、旅先で会ういろんな人がいるじゃないですか。 そうですね、そこで初めて会って、その一度っきりの方もいるでしょうし、うん、また何度というふうに、うん、その旺盛、旺盛じゃないですかね。会うことが、ちょっとルミコさんと言葉遣いがいらっしゃるんで、はい、ちょっとドキドキしてるんですね。ドキドキしてるんですよ。ですからこの松江でもいい出会いができたらいいな、うん、そんなふうに思っています。そうですね、はい、ところで、はい、ルミコさんにとっての旅の楽しみって何ですか？はい、そうです、そうです。私はね、私たちはお仕事で日本全国旅するじゃないですか、はい、でもそのついでに感動的な旅もあると思うんですね。例えば、はい、ついこの間私ふるさとの福岡で、はい、仕事が終わって両親のお墓参りに行ったんです。でもう二人の前でね、少しは天国から私の今の私を褒めてくれてるかななんて思うとね、いやもうすごく感動的な、絶対喜んでると思いますよ。お父さん、そうですね、お父さん、お母さん、今日もきっと見守ってくれてると思います。可愛いですねお二人ね、本当にもう今日はそういうわけで、皆さんを一緒にお連れしながら行きましょうか。歌で旅をしましょう、はい、しましょう、参りましょう。いやー、ずいぶん長い旅になりました ね、 ね、そうですね、もう本当にスペインに行ったり、そう、宇宙まで行っちゃいましたね、最後宇宙まで行っちゃいましたから。例えばね、私たち歌い手を旅で例えると、はい、旅の始まりがデビュー曲だと思うのね。はい、ルミコさんはデビューが確か400年と聞いております。400年ってのは、それは松江城、松江城、松江城で間違えました。41年でした、すいません。とんでもございません。でも40年以上この第一線で活躍されるっていうのも本当に大変なことだと思います。いやもうね、本当に応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがたいです。なので今日はちょっとそのデビュー曲を皆さんどうですか？はい、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。嬉しいです。それでは小柳ルミコさん、私の城下町。いやもう今日は本当に楽しかった。いや本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。ところでルミコさんの、はい、今日何か大切な忘れ物を一つしているような気がするんですよね、はい、あの曲まだ聞いてないですね。あの曲ですよ、はい、きっとこの曲を今日聴けないことには皆さんぐっすり眠れないと思います。寝れないし帰れないですね、はあ、そうなの、うん、じゃあ、あの歌歌っちゃいましょうか。はい、歌ってください、はい、では瀬戸の花嫁を聴いてください。